キラキラ音楽企画、ときめき音楽館。この番組では素敵なパーソナリティのお話を素敵な歌謡曲に乗せてお送りいたします。どうぞごゆっくりお楽しみください。この番組は諸橋音楽出版がお送りいたします。渡辺克郎の人生つれづれ日記。こんにちは。こんにちは。しばらくお会いしなかったけど、はい、ね、やっと暖かくなってきました。で、春になって、ね、はい、ね、なんですか、去年がちょっと夏暑すぎたから、はい、その分この野郎っていうくらい寒かったですけどね。そうですね、もう本当寒かったです ね。だけどちょっと梅も転んできたりして、はい、体調は崩してないですか、梶野さん。おかげさまを持ちましてね、はい、よかったです、うん、だから、はい、壊れてるのか壊れてないのか自分で分からないかもしれない、まあ、春になるとね、うん、はい、やっぱり卒業だとか、はい、入学だとか、ね、会社だとか、ね、はい、就職だとか、そうですね、あるいは退職する人もいるしね、人生の多少、曲がり道みたいな、一つのけじめみたいな、ね、はい、ところがありますけどね、はい、それでもほら、何ですか、今年特に、うん、まあ、去年あたりからね、いじめらの問題あるですけど、はい、今年なんかはまたの体罰ってやつ、あ、テレビで取り上げてましたね。大阪でね、なんか今大問題になって、はい、なんですかね、40発も殴られるなんての、まあそうですよね。でも寒気します。ね、え、そして柔道界でもありましたね。そうですよ。それで、ねえ、なんですか、うん、何発殴られるか数えていて、はい、あ、40発か、また明日もか、うん、なんか随分その子は遅くまで勉強してるなと思っていたら、うん、はい、それが遺書だったなんていうのは、まあ、考えられないで、体罰なんじゃなくて、それ犯罪ですよ、うん、そんなような気がしてね、なんとかそういうこともですね、はい、なんかこう日本人独特の考え方っていう話もあるんですけど、それは大いに間違ってるなと思ってるんですけど ね。春とともにこういい話が、ね、一つでも二つでもあるように、本当です。はい、それでほら、ね、成人式の日に大雪で、うん、すごかったですよ。皆さんね、晴れ着がね、逆に見てる方が綺麗だったんですけどね。そうです、毎年なんか成人式の日雪、最近雪が多くて、ね、でその時何か、はい、大変素敵なね、女の子のお話が、そうなんですよ、あの成人式の雪の日ですね。ね、お雪にね、はい、とっても心温まるちょっとね、お話が、ね、はい、ありまして、じゃあまゆみちゃん、ちょっとそのことをやってみて、そうですね、読んでいただいてみますか。はい、ね、ある新聞の一面というかに載ってた、はいはい、ちょっとお話をね、読ませていただきたいと思います。成人の日の大雪の、お話になります。宅配ピザを10歳の女の子が頼みました。時間は約束できませんとの返答。その少女が後悔させたのは、配達が遅くなったのではなく、配達員の姿だった。わかりますね、ね、うん、全身びちょびちょで、震える真っ赤な手でお釣りを数えていたそうです。はい、その10歳のお母様、母親は申し訳なさそうに、その配達員に缶ビールを思わず渡したそうです。なるほどね、まあ、そこでちょっと10歳の女の子なんですけど ね、はい、その10歳の女の子は、お兄さん、今度は天気の良い日に頼むからねと、一言言って、自分のね、大事にしてた、とっておきのお菓子なんですけどね、それを、お兄さんに差し出したいう、そんな、素敵なちょっとねお話で、私もほろっと来てしまったんですけど、それどちらかというと、今はね、冷暖房完備で雪が降っても何でも暖かいと思ってるから、そうですね、それがね、仕事とは言いながらも、ね、お届けをしなければいけないの、それは仕事ですからしょうがないって言ってまえば、そうなんですけど、同じですけどね、はい、そうですね、それはとってもいいことを言ってましたね。なんかね、本当ですね。
きっとその宅配のお兄さんも何かをきっと感じたんでしょうか ね、またお仕事頑張ろうって思ったのかもしれないですけど ね、はい、そんなお話が、ちょっとね、そうですよ。じゃあおそらくその子もちょっとね、あの10歳の女の女の子もちょっと大人になったかもしれないしね、はい、またその配達した方の若者もいい人と出会って、うんね、おそらくちょっと忘れないかもしれませんね、まあ、人の出会いは素敵な、そうですね、いいことがありますね、はい、ことがね、あの世の中がどうかギクシャクギクシャク人ばっかおりますのでね、はい、いい話に出会えるといいですね、はい、じゃあこの辺であのなんか素敵な、ね、音楽かけてみましょうか。そうです ね、ちょっと先週、はい、というか先月流させていただいたんですけど、はいはい、今野よしこちゃんという歌をね、作詞作曲が黒田重則さんという方がね、はいはいはい、作った曲で、今回はちょっと愛という曲を一曲聴いていただこうかなと思います。
大変素敵な音楽がね、そうですね、これね、使っていただいてね、はい、ありがとうございます。で今ほらこんな時代ですので、はい、よく日本最大のアウトレットとかね、うん、あるじゃないですか。できましたね、たくさん、でもね、すごいところが、いろんなところに、はい、ね、ところがそうじゃなくて、はい、自分たちが普段生活をしている近所の、ええ、とても素敵なお店って結構あるんですよね。ありますね。ね、だからね、そういうところ、私も自分の近くに住んでるところに素敵な商店街がありましてね、はい、ええ、そこのお店の紹介でもしようかなと、ね、いいですね、いるんですけどね、はい、所沢のですね、はい、和賀原商店街って言うんですけど、ね、所ほど和賀原って言うんです。いや知ってますよ、私もよく、そうですね、行ったことありますね、はい、でそこの、ね、お店をね、大変改めて近所ですので見ますとね、はい、あそこもいいな、ここもいいなと思いますのでね、ちょっと紹介させてもらおうかな、はい、と思ってますね、はい、でほら今の、原発の問題でお茶が騒がれてね、なかなか売れないなんて言うんですけど、はい、今お茶を全部調べて大丈夫にしようって言ってね、味の狭山茶っていうお茶屋さんもあって、はい、山森さんとかね、それからぜひ私もちょっと知りたいところで、そうなんですよ、はい、ございますので、お茶の斉藤園さんとかね、はい、みんなそれぞれ地元の人ですのでね、一生懸命自分のところのお茶を愛してるんですよ。そうですね、皆さん頑張ってらっしゃるんです ね、 頑張ってるんですね、はい、それで日本そば屋さんもね、ちょっとそれにないようなね、そこのそば屋さんもいいんですよ、ね、奥さんの作るね、はい、天ぷらが美味しい。あら、いいじゃないですか。ちょっと変わったね、お蕎麦と天ぷらと、そうです、もうね、お蕎麦の天ぷらとかね、作っていただくんですけどね、これお腹空いてきましたね、ちょっと ね、 ね、はい、でね、天ぷらのファンがいてね、もうお蕎麦も食べないでね、天ぷらだけ頼む人がいるんだそうですけどね。そうなんですね、なんかね、いいのか悪いのか分かりませんけど、そういうお客さんもいるんだそうですよ。そうですか。で手作りパン屋さんだとかね、はいはい、それから鳥一番さんっていうね、焼き鳥屋さんなんですけど、焼き鳥、若い夫婦でね、はい、大変評判が良くてね、結構遠くから来るみたいですよ。いいですね、いっぱい、焼き鳥といっぱい、そうそうそう、はい、でそういうとこばっかじゃなくてね、若いオーナーでね、はい、フレンチレストラン、うん、フランス料理の、ね、レストランなんですよ。そうなの、今イタリアンばっかりのこの中 で、そうです、フランス料理ですかね。それがね、若いオーナーシェフでね、はい、奥さんと二人でやってるんですけど、大変なんて言うんだろう、真面目な人でね、はい、料理が出てくるんですけど、一つ一つこれ何ですかなんて聞くようなんですよ、うん、2、3回しかちょっと本格的フランス料理ですかね。でボヌールって言ってね、素敵な、ね、お店でね、よく女子会だとかね、はい、それから同窓会だとか、はい、いろんなので、結構ね、お客さんがね満杯なんですけど、そんな大きくなくて20人くらいかなとは思うんですけどね、素敵なレストランありますので、ここで一回連れてきますか、ね、行ってみたいです、ありがとうございます、ね、楽しみに、行かないことにはね、楽しみにしています、話になりませんからね、はい、そうなんですよ。であとは、はい、結構今大型店のね電気屋さんが多いんですけど、やっぱり親切で、はい、何か何までいろんなことをしてくれるっていうね、個人の要するに町の電気屋さんみたいな、ね、感じのがありますので、必要ですよね、そういうの。そうですね、だからそういうところあたりもね、何も大きいとこばっかでね、はい、まあ、悪いわけではありませんけども、はい、そんな後行っていいなと思いますね。そうですね、あとは年配者にね、とっても喜ばれる洋品屋さんがありましてね、おそれまたね、安いんですね、手頃な値段っていうんですかね、嬉しいですね、安いと怒られちゃうかもしれない、手頃な値段でね、はい、結構間口の広い ね、 ね、それもまた旦那さんと奥さんがね、やってるんですけどね、はい、もちろんお店の方もいらっしゃいますけど、そうですね、以前お花屋さんを紹介させていただいたことがありましたよ ね、 そ う、 ですね、そう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 、うん、花もね、なんていうんですかね、商店街っていうのを花屋さんがあると、はい、やっぱり花屋くんがそうですけどね、それはそうですよね、商店街も2軒くらい花屋さんありましてね、うん、はい、それもちょっとね、若い人で、はい、綺麗なお花屋さんが2軒ありますのでね、はい、どちらかと、たくさん、私なんかも近く通りますのでね、はい、
お花見行かなくてもそこ行って座ったらいいかななんて思いながらもね、いいですよね、横目でちらっと見ながらね、それでいるんですけどね。素敵なお店たくさんありますね。ありますよ、あの辺はね、はい、だからこの大きなところも結構ですけども、やっぱりそのちょっと身近なところでね、身近な人たちが手軽に寄れるような、はい、あの素敵なお店のところがね、はい、紹介させていただきましたのでね、はい、まだいっぱいのあるんですけどもね、はい、まだ次回にでも、ああぜひまたね、はい、それからあのお蕎麦屋さんとボヌールさん見てきたら、見ていたらね、このまゆみさん連れて一緒に行きますからね、はい、その時はよろしくお願いしますね。よろしくお願いします。それでは今日もですね、大変あの素敵な女の子のお話と、はいね、それからあの、うん、素敵なことですね。なかなかね、思いやりとかっていうものはね、そうですね、なかなかその少ない中で、そうですよ、うん、この切ない世の中でね、ちょっと感動しました、私も。そうですね、はい、いうことですね。それからまたあの私の近くの、はい、商店街のねお店のお話もさせていただきましたので、はい、この辺で素敵な歌をですね、はい、ちょっと紹介していただこうかなと思いますけど、はい、それでは最後の曲になります。ウエットスクエアさんの星と書いてあかり、この曲聴いていただきながら、次回も元気にお会いいたしましょう。それではまたね、さよなら、ごきげんよう。聞こえる弱くか細い声、夜風が頬を撫でてく、一つ先の街灯を通り過ぎてゆくたびに、また一つ君のことを知ってゆくの、ためらいながら嘆か元気もうぐかけた月に覗いて真似る虫たち、等間隔に並んだ街路中を抜けると、うつむいたままの君が待ってたの、君はいたせの、でこの星が消えちゃえばいいんだって涙隠して。「ときめき音楽館」では皆様からの番組へのお便りやご意見ご要望をどしどしお待ちしております。それでは次回もお楽しみに。この番組は諸橋音楽出版がお送りいたしました。